天皇皇后両陛下が日本で朝廷制度が施行されて100年となることなどを記念する式典に出席されました社会情勢の変化や、人々の価値観の多様化にも的確に対応し、当事者に寄り添いつつ、さまざまな紛争の解決に重要な役割を果たしていかれることを希望します。 式典は調停委員が参加し、話し合いで紛争を解決する調停制度が施行されて100周年、また全国の調停委員で構成される日本調停協会連合会が創立されて70周年となることを記念して催されましした。岸田総理や最高裁判所長官らも出席して祝辞を述べました。